はい、どうもナバルです、今日はクロノクロスのゲーム紹介、曲紹介9日目でございます。で、昨日の続きからです。で、ホームのアルニ村のおじさんにお金を払って水流の島に行くというところで話は終わりました。で、そっからこっから続きですよね。で、水流の島のね、水目についてね、おじさんはいつもここら辺にね、そこら辺にもう妖精たちが遊んでるらしいんですけどね、今回姿が見えないと言います。で、水流の島はね、妖精たちの集落があるらしいんですよ。で、気になってね、そら奥に行きますよね。で、進むとね、妖精たちがね、ある集団に襲われています。で、襲っているのはね、過去にも紹介しました、ヒドラの沼で、そこで現れたドワーフたちです。で、このクロノクロスではね、ドワーフという言い方じゃなくてね、ドワーフっていう言い方になります。で、このドワーフたちがね、妖精の集落を襲ったその理由はね、一度ヒドラの村、沼でヒドラが全滅したらね、で、ドワーフたちはそこで住めないらしいんですよ。で、生きていけないんでね、次の住処としてね、妖精の集落が襲われたっていうのが真相です。でね、こう先に進んでいくうちにね、何回か戦闘があります。で、最後の最後までね、全部勝ちますが、ドワーフたちもね、ヒドラ同様ね、ここでも滅びてしまいます。まあ、ここの場面ね、個人的にすごく悲しいんですよね。ドワーフも妖精たちも悪くないんですよね。で、その記憶が未だにあります。で、そして先に進むとね、水流と会話して氷の息というのを手に入れます。手に入れたらね、話は進んでイベントがあります。で、ここでもう妖精たちからもね、大バッシングです。まあ、ここでもうセルジたちは嫌われてね、まあ、なんとも報われない内容になっているんですけどね。でもね、実はね、過去の動画でガルドオブアナザーでね、キッドがね、ヒドラの毒に侵された場面があったんですけど、そこでも話したんですけどね、選択があったんですよ。で、キッドを助けるにしたらこの内容なんですけどね、助けない方にしたらこの内容には実はならないんですよ。で、過去にその時に話したことがありまして、私はこの助けない方を選ぶんですよ。で、一つ目の理由がグレンって言ったんですけど、もう一つの理由がこれなんですよね。ちょっと悲しいっていうのを鮮明に覚えてるんでね、まあ、興味があればね、他の方のプレイ動画もありますんで、そこをご参照ください。はい、そして、話は進みます。氷の息を手に入れてね、アナザーに戻って古竜の砦へ向かいます。ここからがクロノクロスの一番重要な、重要っていうか、こっからがクロノクロスのシナリオになると思います。一番重要な話のシナリオね。で、まず支援山を越えなければならないんですけど、途中でアカシア竜騎士団たちにね、阻まれますが、まあ、全ての戦闘に勝って古竜の砦に着きます。で、補足としてね、ボス門2回ほどあるんですよ。で、最初らへんに出てきたボスね、シュガールとソルトンっていうキャラ、まあ、これも過去の動画で紹介してます。で、ここでもう戦闘になって、まあ、しつこいですよね。で、その後ももう一戦あるんですけど、まあ、そこは端折ります。で、途中ね、つくよみ出てきます。で、ここでも選択を迫られるんですよね。で、もちろん進むっていう選択をします。で、そのまま先に進んだらね、このクロノクロスをやり始めた冒頭と同じシーンが流れるんですよ。で、このまんまそのイベントが終わって先に進みます。で、先に、最初と同じシーンっていうのが、セルジュとキッド最初出てくるんですけど、セルジュがキッドをナイフで刺すシーンのことなんですけどね、まあ、ここでどういうことかっていうのがここから解明されていきます。で、古竜の砦に入ったんですけど、これといったイベントはないので、ここも端折って、で、屋上に着いたところから話していきます。で、屋上に着いたらガルドーブなどでね、幻覚になった症状がまたここでも襲われます。ちょっと強めの症状です。
ってそのまま先へ進んで、変な弾があるんですけどね、その前にジャコス大佐と山猫が現れて、でジャコス大佐と戦闘になります。でここで勝ちますが、山猫がねジャコス大佐を裏切ります。もう不要と言って、で山猫と戦闘になって勝つんですけど、その変な弾はね急に割れて、でここでセルジュが急に苦しみ出します。で苦しみ出してイベントが流れて、でもう変なセルジュが変な状態になります、まあ、ここで今回の動画は終わります。はい、今回はねちょっと長めの尺で動画を作っていきました。まあ、結構ここ重要なシーンです。で明日からその後どうなるかっていうのを伝えていきたいと思いますんでね、まだよかったら見てほしいです。はい、いいと思った方はチャンネル登録でグッドボタンをお願いいたします。でツイッターもやっています、私ナバールと言います。はい、概要欄の方にもね紹介した動画内で初めて流れる音楽がありますんで、概要欄の方に曲名を載せておきますので、よろしくお願いします。じゃあ今日はこれで終わります。バイバイ。